シンティラは文書編集機能を提供するオープンソースのライブラリーでありソースコード編集向けの各種機能を備えている。シンティラをベースとしたスタンドアロンのエディタとしてサイトやノートパッドがある。シンティラはニール・ホジソンが開発したソースコード編集に特化したテキストエディタに共通して必要とされる機能を提供するライブラリーである。 シンタックスハイライトで扱えるプログラミング言語は標準で80以上に上り、それ以外のものも軸解析器と呼ばれるモジュールを用意すれば比較的容易に実現できる。開発は1999年により精力的に継続されている。なお、サイトはシンティラエンジンを利用した動作者の手による汎用テキストエディターアプリケーションであり、並行して開発が続けられている。 シンティラは、Windows の場合 Win32 API、Linux 互換オペレーティングシステムの場合 GTK、そして MacOS の場合 Cocoa を利用して実装されており、それらを利用するアプリケーションにて使用できる。また、Qt を選択することもできる。その他、講述するように有志の手による非公式ラッパーもいくつか開発、公開されている。Windows 版は、規定で描画に、 グディが使われるが、Windows Vista 以降にて d a r k ライト及び Direct2D を使用するオプションも用意されている。シンティラには、シンタックスハイライトだけでなく、コードエディタの作成を容易にする様々な機能がある。表示されるテキストのフォント、色、スタイル、背景色などを公文要素ごとに変更可能で、等幅フォント以外も使える。コントロールとしては、エラーインジケータ、 マージンにおける行番号表示、ブレイクポイントなどを示す行マーカーなどがある。他にもコード折りたたみや自動保管といった機能をエディタに追加できる。独自の正規表現エンジンも搭載されている。ありがとうございます。